いらっしゃいませ。本日よりこちらの新店舗で営業を再開しております。オープン初日からご来店くださり、どうもありがとうございます。今後ともたぬき商店をごひいきに、に。ルーシーもまるでお店の人かのように。皆さん、こんばんは。ただいまのアイナトーの時刻は、2020年4月24日、金曜日の午後7時38分です。この度、アイナトーでは、環境に優しい行動を心がけてもらうため、アースデイ期間を設けることになりました。5月4日までの期間中、お得なキャンペーンも開催する予定ですので、エコな暮らしに取り込んでみてくださいね。では、本日のその他のお知らせです。本日、たぬき商店がリニューアルオープンしました。店内が広くなって、取り扱い商品も増えたそうですよ。スーパーになったかな。私もお買い物がより楽しくなってとっても嬉しいです。ちなみに今回も記念のセレモニーが開催されますよ。時間と興味がある方は案内所でたぬきちさんにご依頼くださいね。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。あれよね、なんかしずえさんとかたぬきちも買い物に来たりとかしていただきたい。お、そっかそっかそっか、仕立て屋クーポン。そうよ、これあれか。動画やり直したやつやけんを。アップされんやつや。そう。ね、ケイトさんのファッションチェックをやって、お礼のクーポンが届きました、今。うふ、お元気そうね、ナナだわ。お話ししよう。今日のアイナトーも素敵ね。塩の香りで心が満たされるわ、ナナだわ。アンチョビア。うわーい、お散歩でもしてるの弟子。おしゃべりしよう。今のツンドウさんはアンチョビに挨拶したんかな。僕、お散歩大好きなんだ。だって空気が美味しくて、すっごく気持ちいいんだもん、弟子。ちょっと待って、あのさ、ん？なんか、通りすがりに挨拶したりとかするってこと？え、かわいい。あ、ちょっと待って、ちゃんと、設置されたかな、テーブル。されてないやん、して。あ、いらっしゃい、あは。世間話でも。知ってる？花を並べて植えてると、いつの間にか近くに新しい花が増えてたり、その花が珍しい色になることがあるの。レイジ君に教えてもらったんだけど、そういうのを後輩っていうみたいで、毎日水やりをしてたら起きるんだって。レイジの名前が出てきた。きっと花にラブな気持ちが伝わって、サプライズしてくれるんだね、あは。ねえ、私の予想ではね、ここに貝のテーブル？貝殻のテーブル？あれがドンって置かれるはずなんやけど、ちょっと置いてよ。やっぱコルクボードこの色なんや。私の部屋のやつと違う。でも私自分の部屋の色のめっちゃ気に入っとるけん、よき。よき。これまた新しく増えるのは、アース、違うやん。アースデーのだけじゃないんやね。なるほど、なるほど。ふんふんふん。あんな喜んでくれてたのになぜ飾られてないの？実はそんなに嬉しくなかったとか。こんばんは、夜でもオイラーバッチコイラーの心。おしゃべりしよう。アイナ島の平和はオイラーに任せとけ。毎日パトロールしてるからな、の心。マジで、それはありがたい。ちゃんと悪者がおらんかとか見といてね。あ。どこや？これか。はい。あ、ここには金のなる木あってもいいかな。とりあえず植えとこうっと。はい、オッケー。てか、ここ。やった！坂ができてるよ、坂が。この公園を抜けて、坂を上がると。はい、ハートの池。めっちゃ良くない？いや、かわいい。良きだね、良きだね。うんうんうん。ちょっとあっこに坂あるのいきなりすぎたかなと思ったけど、人面カメムシを飛ばしてしまったぜ。飛ばしてしまったぜ、クソ。こっちの方かな？あ、あった。まさかの。はい、今日のレシピは、かぶりじゃありませんように。見てくださったあなたへ、部屋のお片付けをしていたら、本の間から昔思いついた DIY レシピのメモが出てきたんです。作ってみたらすごく良かったので、誰かに教えたくなっちゃいました。作ってもらえたら嬉しいです。オーロラより心を込めて。ナチュラルなガーデンテーブル。あ、これいいんじゃない？え、これどんな感じのやつ？私が欲しい感じのやつじゃない？違う？ナチュラルなガーデンテーブル。ああ、思っとるのとは違った。
思っとるのとは全く違ったけど、かわいい。かわいい。どうかな。私、浜辺に置きたいタイプは、あれじゃないんよね。あれじゃないんよ。え、なんか、何探してるの？元気そうで何よりだわ、だってば。最初なんか落ち込んどんかと思った。今日みたいな天気の日は、島の空気がいつもより美味しく感じられるわ、だってば。コンタクトでも落とした？なんか、地面見つめながらうろうろしてるけど。あ、え、かわいい！見て！え、めっちゃかわいくない？たぬき商店。名前はたぬき商店のままなんやね。へぇ、なんか、前までと見た目が違う、全然。かわいい。ね、飛び盛りまでと比べて。あ、なんか。リニューアルオープンのお知らせ。本日、たぬき商店がリニューアルオープンしました。さらに充実した品揃えで、島の皆様をお待ちしております。ぜひご来店ください、たぬき商店。ふんふんふん。なんか、お知らせの数が少ないっていうのがすごい、ね、不思議な感じなんやけど。めっちゃ不思議な感じなんやけど。イベントの前には来んもんね。あ、レイジーやや、どうも。あなたはこの島の人？アユナです。そうなんだ。僕はレイジって言うんだ。よろしくね、アユナさん。知り合いのマムキチさんがここでお店を始めたって聞いて遊びに来たんだ。アユナ島ってマムキチさんたちが引っ越してくるまで無人島だったんでしょ？草むしりも大変だろうし、島作りのためにお花の種なんかもたくさんいるかなと思うから。珍しいお花の種や綺麗なお花を咲かせる低木の苗を時々売りに来ることにしたんだ。低木っていうのは季節ごとにお花を咲かせる背の低い木のことだよ。お家の周りに並べてみたり、お花と組み合わせて素敵なお庭を作ってみるのもいいかもね。ちなみに今日のおすすめはツツジだよ。ちょうど今の季節に綺麗なお花を咲かせるからぜひ植えてみてね。そういうわけでアイナさん、これからよろしくね。待って待って、また来てくれてありがとね。それでどんな御用？あ、雑草の買い取りもしてくれるんやね。多分あれやろ、レックスとかジャスティンみたいな感じで普通に買い取りボックスとかたぬき商店で売るよりも高く売れるはず。あ、バラや、バラバラ。あ、これでバラのリースが作れるんやね。よきよき。ハイビスカスいいな。黄色いハイビスカスかわいい。ことはこれでより一層島作りがやりやすくなった感じか。めっちゃ歌いよりやん。こんばんは、まさしく。世間話でも。今日もアイナとは穏やかだね、まさしく。穏やかが一番だよ。あ、今日はなんかある？なんもないね。よし、それじゃあ、セレモニーしよう、セレモニー。坂と、たぬき商店二つあるんかな、もしや。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だらもん？セレモニーに参加したい。お、アイナさん、セレモニーへの参加をご希望なんだもん。なんと今、複数のセレモニーを開催できる、とってもめでたいタイミングなんだもん。今回はどのセレモニーに参加したいだもん？それってまとめてくれたらいいと思うんやけどな。今回、たぬき商店だけにしとこっかな。はいはい。じゃあ、早速始めるから会場にご案内します。ほう、来た来た。それでは、あ、なんか制服も変わっとる。かわいい。ちっこい帽子かぶっとるよ。ただいまより、たぬき商店のリニューアルオープンを記念したセレモニーを取り行います。あ、じゃあ、発展していくにつれて制服も変わってくる感じ？おー、よきありがったらも。皆さんの絶え間ない協力によって、このアイナ島は素晴らしい発展を遂げているだらも。リニューアルしたたぬき商店を代表して、マムキチとつぶきちに挨拶してもらうだらも。では、マムキチとつぶきち、一言ずつお願いするだらも。アイナ島の皆様、たぬき商店はリニューアルして、こんな立派な店構えになりました。たぬき商店っていう名前はずっと変わらんのかな。次の段階がもしホームセンターやったら、その時には変わるかな。品揃えも今までより充実させて、島を盛り上げるお手伝いができるよう、ますます張り切ってまいります。パチ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 。はいはい、どうもありがとうね。次に、この島の発展に多大な貢献をしてくれたアイナさんに、島民を代表して一言いただきたいだも。それではアイナさん、一言お願いするだろも。あっぱれ。ふふふ。よきだね。本当にその通りだろも。アイナさん、どうもありがとうだも。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだろも。あと、記念写真を撮りたい人は、シャッターチャンスにボタンを押すのを忘れなく。
たぬき商店完成のお祝いと僕らのアイラ島のますますの発展を願いまして。よー。イエーイ。いいね、いいね。ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。さて、どんな感じの品揃えになったんかが気になる。なんか、外見たらさ、なんなん、床？フローリング？あ、すごい。なんか立体的になっとる。店内が。いらっしゃいませ。本日よりこちらの新店舗で営業を再開しております。オープン初日からご来店くださり、どうもありがとうございます。今後とも、たぬき商店をごひいきに、に。ルーシーもまるでお店の人かのように。アイナさん。奇遇ですね、よ。お話ししよう。お店、広いですよね。品揃えが良くって、いろいろ目移りしちゃいますよ。なんか、面白い。あ、こういう感じなんや。え、ここは？え、ここは何？そちらの商品。あー、なるほどね。これも商品棚なんや。なるほど、なるほど。なんかカウンターかと思った。文豪セット。なんか今回さ、こう何、お勉強セットだとか、絵描きセット、漫画家セット、文豪セット、なんか細かいね。すごい。650ベル買いまーす。買いまーす。見よるってことは買うんかな。学習デスクか。思い切って今買っとかないと売り切れちゃって後悔するかしら、よ。買うの？なかなか良さそう。なんか検討しよる？え、なに？どうなん？え？なかなか良さそう。なんか話しかけれんくなったんやけど。これ買ってプレゼントしてあげたらいいってことかな？そういうことではなく？そういうことではなく、なんかめっちゃ見よるよね。ねえ。なかなか良さそう。そちらの商品は学習デスクでございます。お値段は7100円。結構高かった。結構高かった。買っちゃう。毎度ありがとうございます。7100ベル、間違いなく頂戴しました。ん、何？あ、買い物のやつかな。経済を回そう、ショッピング奨励キャンペーン。200マイルゲットでも買ったけど離れてったんだけど。何かご用ですか？よう。これいらない？あら、何かくださるんですか？よう。あれが出とる間にあげんといかんとかそういう感じかな。ほら、どう？気になっとったやろ。え？これは？学習デスクじゃないですか。やっぱり欲しかった？ありがとうございます。ちょうどこういう感じのものが欲しかったんです。これを置いたらお部屋の雰囲気もいい感じに変わりますね、よ。もしかしてこうやって買い物に、まあ、なんか動物が来るやん。その動物の好みの家具とかに近寄っていって欲しいみたいな感じになるんかな。で、それプレゼントしたら多分、ね、適当にあげるよりもいい感じの部屋になるんじゃないかな、私とかやったら。それなんか綺麗に組み合わせれる人やったらね、全然他でもいいんやろうけど。お返しといってはなんですが、シンプルなトレーナーです。どうぞお持ち帰りください。シンプル。だって多分これで欲しがりよるやつをあげたら変な感じにはならんってことなんやないかな。と思った。超シンプルやね。なんか上下合わせてめっちゃ部屋着って感じになったんやけど。じゃあちょっとここはパリッと決めとこう。ありがとうございました。面白いね。なんかいろいろとあるもんだな。いろいろな機能。なんか話しよるやん。きっと今日はあなたに何だまわきなのねんなのだわ。ん？何？店員さんとの会話の間には入っていけないんすか、私。あなた、昨日は随分長いこと島の暮らしを楽しんだんですって？私にもわかるわ、この島の魅力。だって毎日素敵なことが起こるんですもの、なのだわ。みんななんか、挨拶し合ったりとか、来訪者に対してもそういう感じなんやね。面白い。めっちゃ歌いよる。多分挨拶を。どうしたん？せんの？いがみ合ってるのか？君たちは。なんか話し出しそうじゃない？んなことなかったわ。全然そんなことなかったわ。
なるほどね。あ、ちょっと待って。さっきゲットした化石を。やっほー、ふーたくん。こんばんは、アイナさん。アイナ博物館へようこそ、お越しくださいました。お、そうそう、アイナさん、聞いてください。何？おかげさまで博物館のオープン以来、たくさん展示物を見ていただけるようになりました。それもこれも、アイナの皆さんの熱いサポートのおかげです。なんかもう、アイナの皆さんって言われるのすごい不自然な感じなんやけど。そこで、そろそろ絵画など美術品の展示も考えても良い頃かと思い始めたのです。もし美術品を手に入れることがあれば、ぜひ私にお見せください。美術品を手に入れること、常吉がコント無理なんじゃないかな。私に何かご用でしょうか？え、っていうかまだ展示スペースなくない？え？持ってきてから展示スペース作るん。ちょ、化石の鑑定を。ほほう、では鑑定したい化石をお見せください。ワクワク。はい、とりあえずこれね。どれどれ？うんうん、なるほど。ほほう、これは紛れもなくブラキオサウルスの頭っすね。それにしてもいいですね。これ、まだうちにはない貴重な化石なんですよ。あ、じゃあ全然。寄贈します、寄贈します。めっちゃ前のめりに来る。ほほ、よろしいんですか？ではお言葉に参りさせていただきます。ということは、あ、完成？やったー、ブラキオサウルス完成。これです、完成、2個目やん。いや、もう聞いたからいいです。急いでるんで。そうですか。それは残念です。では、とにかく、こちらは寄贈品として納めさせていただきますね。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？じゃあ、化石コーナー、完成が近いかな、結構、全体的に。常吉はいつ現れるかな？ね、楽しみやね、常吉が現れるの。おいし。ということで、ちょっと花買っとこうかな。また来てくれてありがとうね。それでどんなご用？どうしよっかな。バラ買おうかな、とりあえず。菊もあるんや。へぇ。バラと、菊。白いバラ。家の周り白バラにしよっかな。あ、なんかちょっと、交互とかに並べていこっかな。黄色と白にしよっか。赤と白、黄色と白。うん、黄色と白にするわ。何本あったら足りる？とりあえず66買っとく？まとめて買うこともできるんだけど、どうする？ 5 か。5か。うんうん。あ、じゃあ、え、多分、66じゃなかったかな？家の庭。違った？もう一個黄色いバラ買っといて、これで。で、次白を。なんかちょっと爽やかな感じになることない？黄色と白。良きじゃない？これからの季節的にも。ありがとう、こちらこそ。大丈夫です。雑草どれぐらいの値段で買い取ってくれる？あ、なんか話しよる。何話しよん？あら、アイナさん。ライオネルさんが私をヒロイン役にして演劇をやりたいんだって。演劇してそう。うん。そうだ。せっかくだから、アイラ君も出てもらおうかな。君は、そうだな。村人 A の役で。それいる？そして僕は、まさしく。石ころとか言ってやろう。ちょっと待って。ツンドラさんまでびっくりしたんやけど。石ころなんて。なんて難しい役なんだ。これは君からの挑戦状。そうだろ？ツンダラさんちょっと。ああ、石ころという大役を前に僕は感情の高ぶりを抑えられない。石ころは感情を抑えた方が良くない？あなたポジティブすぎて時々怖いわ、なのだわ。これってキャラクターによっていろんなパターンとかあるんかな、会話の。ちょっとわからんけど。とりあえず雑草買い取って、レイジ君。なんかあれやね。なんていう、運動もいろんな種類があるんやね。なんかダンベルをやりよるときもあるし、ヨガしよるときもあるし、ほら、後ろ屈伸とかしよるもん。ん？正直雑草がボーボーすぎて草むしりする前に絶望したことあったでしょう。でも私はめげずに動画外で全ての雑草を、一旦ね、綺麗に取り払ったんだ。また生えてきよるけど。あった。だよね。そんな皆さんのために僕がお高い値段で買い取らせてもらうことにしました。
今ならなんとたぬき商店の2倍1本20ベリで買い取っちゃうよ。アイナさんにとってはノイズ雑草が無駄にならずに済むし、僕にとっては大好きな草をいっぱいもらうことができるから、お互いいいことしかないよね。そういうわけで雑草を買い取っちゃってもいい？くそ、レイジ君が来てから綺麗さっぱりにするべきだったか。いやでもね、評価上げるためでもあったけん。60ベルありがとう。え、なに？もうなんか勝手に手持ちの雑草が何個か数えてくれる。はい、ありがとう。そこにあった雑草3つひょひょひょいって取っただけで60ベルくれるんか。いいね。いいっすね。ツンデラさん多分そこに立ちふさがっとったら邪魔な気がする。みんなあれやね、人んちのベンチにめっちゃ座るよね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ私は自分の家の周りをバラで囲んで、今あるシクラメン、まあどっか池の周りとか、そんな感じのとこに持っていこっかな。丘の上にある。